はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はね、第1回プロ対抗戦が終わったってことで、ちょっと振り返り動画にを撮ろうかと思います。いやね、ちょっと疲れてんで顔が死んでるかもしれないんですけど、ちょっと頑張ってね、頑張って撮ろうと思います。本当にまずすごかったですよね。配信見てた方も驚いたと思うんですけど、本当に本格的なCWL みたいな、世界大会みたいな本格的な配信とステージとでね、最高の実況と解説さんもいて、本当に素晴らしかったですね。いや、本当すごい環境でやらせてもらいました。これがね、半年間続くんで、来月もあります。確か次は5月19日かな、ちょっと早いんですけど、来月もオフラインで試合があるってことですね。で、今回1回目は僕たちはデトネーションさんとリバレントさんと、2試合ですね、やって、一応どちらも勝つことができましたね。なんですけど、そうですね、まあ結構課題が見つかったというか、まあ完璧な、試合ではなかったなってところがありますね。特にデトネーションさんとは、まあ配信外の試合だったんですけど、まあ、いいところもあり、悪いところもあり、みたいな。まあ、レッドとかも本調子じゃなかったところもまああるんですが、そうですね。課題は、ハードポイントかな？ハードポイントですね、結構。次までなんとか。まあでも逆に、この早い段階でいい課題が見つかったんでね、これからどんどん直していこうと思います。5月の試合は、スカーズさんとの試合で、スカーズさんとの試合が確か配信されると思うんでね、ぜひ、プレイステーション公式の YouTube チャンネルですね。で、配信されるんで、Twitch でも見れますね。どちらでも見れます。今回はね、この、ゼンハイザー様からいただいたイヤホンを使ったんですよね。でイヤホンをつけて、その上からイヤーマフっていう、もう防音の外の音を聞こえなくするやつつけて、でヘッドセットのマイクを首からかけて使うっていうスタイルだったんですけど、いや本当に足音ね、ああいう会場でもね全然聞こえたんで、本当いい環境でやらせてもらいましたね。今まではね、まあ、いやこうヘッドセットだけでやってたんですけど、やっぱり会場の観客の声とか実況の声とかもね入っちゃってたんで、バリバリ足音とかもね全然聞こえなかったんですけど、今回は本当足音もねバリバリ聞こえてたんで、かなり家に近い環境でやらせてもらいました。まあ、僕たちは、来月じゃあ5月19日にまたオフラインで、プロ対抗戦の試合をしてから、もうすぐねそこからアメリカに行きます。約20日間ぐらいですね。かなり長い間向こうに行ってキャンプ張って、そのアナハイムまで、6月の中旬までかな、アナハイムがあるんですけど、世界大会まで現地でキャンプ張って練習します。で出場をして、また帰ってきたらまたプロリーグっていう感じですね。ふうこっからがね、ほんと忙しくなるんで、マジで頑張りたいと思います。今回ね、実はね、本当は、Vlog、実写動画を撮りながらやろうかなと思ったんですけど、あまりにね、まあ初回ってこともあってかなり忙しくて、全然そういう暇がなかったんで、残念ながらね、撮る余裕がなかったんですけど、次回のプロ対抗戦の時は余裕があったらね、まあ、こう、試合外の控え室とか、まあ、現地に向かうまでとか、試合終わった後とかね、実写動画撮って、見ようかなと思うんで、ぜひ楽しみにしてください。そして次回のプロ対抗戦の試合もぜひ、配信でも応援お願いします。というわけで、今日はねちょっと短いんですけど、これで終わって、またね次から、実況動画、普通のランクマッチの実況動画とか、あとね交流戦の配信とかもしていくんで、よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様です。My silent drum that is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that dreams grounded when he got standing ovations on his gig.